ダンダンウィリックは、タクラマカン砂漠の中にある都市の廃墟で、8世紀頃に繁栄していた。かつては、コンロン山脈に発する川が流れており、宝ン王国のオアシス都市だった。ダンダンウィリックとは、ウイグル語で、象下の家々を意味し、現地の宝探しの人々による故障を、オーレルスタインが採用したものである。出土した漢文資料によれば、塔には、スグル社と呼ばれていた。 西洋に、だんだんウィリクの情報を最初にもたらしたのは、スウェンヘディンで、1896年のことである。現地の住民から、その昔砂漠の中に、タクラマカンと呼ばれる大都市があったが、いつの頃からカルサの中に飲み込まれてしまったという、話を聞き、村民の案内により、ホータンから10日ほどでこの遺跡にたどり着いた。しかし、簡単な調査をして、報告はしたものの、 ヘディンは地理学者であり、考古学者ではないので、踏み込んだ発掘調査は、専門家の手に委ねたのである。英領インドにいたオーレルスタインは、ホータンで、遺物調査の準備をしているときに、土地の宝探しが、だんだんリクと呼んでいる場所が、ヘディンの有古代としたクラマカンと同一であることを知り、1900年12月19日から1901年1月3日までに、 14の建築物を発掘調査した。多くは仏教寺院であり、サンスクリットの経典、ブラーフミー文字の一種で書かれた宝単語の文章、及び漢文の文章を発見した。漢文の文章には8世紀後半の日付が記されていた。また、漆喰版の浮彫りや木の絵板を発見し、それらがガンダーラ様式に似ていることに注目している。 スタインの発見した絵のうち、洋産伝来の伝説を伝える遺体絵は特に有名である。スタインがだんだんウィリ陸を訪れたのは第一回探検の時のみである。スタイン以降何人かがだんだんウィリ陸を訪れたが、1928年以降は探検されなくなり、その正確な場所もわからなくなっていた。1980年代に、 NHK のシルクロード取材班が宝丹を訪れた時、中国側遺跡を確認できず、ダンダンリクとして紹介されたのは別の場所だった。1997年1月、タリム盆地の石油探査に同行した新疆、ウイグル自治区文物考古研究所の研究員が、ダンダンリクを偶然再発見した。2002年10月から、 仏教大学の小島安田からと新教、ウイグル自治区文物考古研究所による日中共同調査隊によって調査が行われた。スタインの調査は半月で14の建物を調査するという、現在から見ると極めて粗雑なものであったため、調査隊はスタインの見落とした多くの文物を発見することができた。2004年10月から行われた第二次日中共同調査には、 日本の NHK と中国の CCTV が同行した。2005年の新シリクロード展では新たに発見された壁画、災域のモナリザなどの遺物が公開された。仏教美術史の安藤義香によると、災域のモナリザの鉄病線は上層荘造の花風を忍ばせるという、ありがとうございます。